はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ビッグな卵充電池入浴剤ワンツーです。はい、またレアなものを見つけました。恐竜じゃもう終わりですけど、トイザラスでまだ売ってましたね。両方とも以前レビューしたんですけど、充電池入浴剤1はブレイブなアップルの香り、2の方は香りが確か3種類で、今回買ったものはプレズオングレープの香り。多分これはレビューしてないと思いますね。では2つ一気にお湯にブレイブインします。ちなみに入浴剤1は1から23番の充電池のマスコットが入ってて、入浴剤2はガブルアームドオンとかビクトリーとかちょっと変わったやつも入ってますね。では出します。こんな色でしたね。そういえば真っ赤っか。そしてすでに結構ブレイブなアップルの匂いがします。もう一個がプレズオングレープの香り。プレズオングレープってすごいですね。うわっ、紫、もうイメージ通りの色ですね。うわ、出ました。では2つ一緒にビッグな卵充電池最後のブレイブイン。おー、赤が遅い。ではその間にガブリチェンジャーにセット。ガブリチェンジャーズオーダーからのガブリカリバーにザクトル。さらにパラサガン。はい、これで最終決戦に大活躍だった3人のなりきり遊びができました。そしていつの間にか色が大変なことになってます。赤と紫が混ざったので、ちょっとこのお湯には入りたくないようなカラーになってますね。そしてまだシュワシュワいってます。もうちょっと待ちましょう。ブレイブイン。はい、ほぼシュワシュワが終わりましたね。ということで最後に出た充電池マスコットはこれです。出ました、ガブティラとマキシマム。なんかいいの出ましたね。裏側はこんな感じ、ちゃんとガブティラって書いてありますし、きらめいてますね。匂いがなんか変な匂いがします。あ、まさにアップルとグレープを混ぜてもうちょっと匂いをきつくしたみたいな。そしてこの色。今までやったビッグな卵の動画の中で一番大変な色になりましたね。ということで最後の最後にいい充電池が出ました。はい、ビッグな卵の充電池入浴剤1、2を紹介しました。毎度のことながら割とマスコットもちゃんとしてますし、溶けるまでが結構楽しいですね。そして特急ジャーも電車の形をしたビッグな卵が発売されるそうなので、それも発売されたらすぐレビューします。以上、ビッグな卵充電池入浴剤1、2の紹介でした。